はいどうも、お茶です。今日はね、ちょっと回使いたい気分の、ね、回でやろうと思います。この前ね、真しかランクもやらないとか言ったけど、まあ、早速破っていきます。もうそういうのなんか決めないで、ローテーションとかも決めないで、完全に気分でね使おうと思います。はい、ってことでよろしくお願いします。あ、なるほどね。これダウン取れないから、あー早かった。しかも今2敗だったら落ちてたよね。ジャンプするかなと思って一回様子見しなくてダメでした。あれは見てから投げてたら最高かな。まあ、でも意識してないとね、ここも無理なんで。裏ダストは見えているからの、どうしようかな。なるほど、ちょっと待ってね、考えをまとめよう今のうちに。見てから立とうぜ。あれ結構発生遅いから割と立ったりするんですけど。あ、ブーメランされた。ブーメラン通過。ブーメランっぽいこと。投げよう。コパンやっちゃった。投げの方発生早いから。おぶね。これ好きだな。からの、全部曲がしてる。これは、おとなしくガードして、あー引っかかっていく。絶対読まれてると思った今。ベイプ当たらず。あ、バカ、しゃがんじゃった。見てからしゃがむの余裕でした。バーターして当たっていくアホ。あれ暴れどころなんかな。なんかパラシフト。危ね。多分デッドアングルなんですよ。違いました。ちょっとここはセバーかな。まあ当たったら勝てるんでね、当たらなかったら負けです。まあでも50%あったからどうかな。カメオカをしばらい前パンが出ない。 FD 貼ってクソラスト立てず。でもエリアルにこいつダウンはないんで、溜める。くっそー、これは痛いやつ。バース読んでこなさそうだからバースト入って、マイパン出ない。対空ができていないね。ラッキー。暴れどころじゃないか。 FD 張ろう。え、拡散取れないし、もったいね。裏回りかよ。やべえな、表裏になって、あー投げた。くそー。表裏になってるせいで対空ができてないってのと、前パンと2杯の使い分けが、まあ、反対になってんだよな。2杯だったら落ちてたとこ前パンで対空したりとか、なんかそこら辺とかもあれだよな。下手くそだよな、俺な。なるほど。危ねえ、なんか補正気味みたいになった。これ逆側になるのかな。最悪直がしなかったら暴れ潰しやってるか。まあ、今のは前パンで正解なはず。補正気味になって受け身取れ、受け身狩りできず、試させていく。もったいない。なんだこれ、ライダーキックかな、溜めたやつ。ライダーキックおそらく溜めたから、やっぱそうでね、ダウンはあるね。FD 貼ってダスト立てない。オーバースト使っていいかな。今の2敗ですね、高さ的にね。あー判断難しいな、対空の。ここら辺はもう上級者の方とか無意識にやっちゃってるからな。え、裏マジか。甘いな、やっぱり甘いわ俺の回は。2敗出したんだけどな。あーバカ、意識から飛んでいた。今日は負け試合になるかも。やっぱ赤段から全然勝てねえな。青段とレベルが違いすぎる。ここ OK。
OK。 バカ昇竜が、バースト吐かせて、ここ、うわー、ライダーキックね。なるほど、はい、暴れていないよ。発汗取れる、発汗じゃない、うわ、なるほど、当て身じゃなくて、当て身か、リバース当て身か、全然警戒してなかったや。はい、ということで、うん、対空の使い分けですね。ってことで、今日の動画ね、こんな感じになりました。では失礼します。